皆さんこんにちは、理科の桑子です、いかがお過ごしでしょうか。はい、突然ですが、今ここに、コンデンサーあとですねコイルを用意しました。コンデンサーを充電してからこのコイルに、このような感じで、接続すると、どのように電流が流れるのでしょうか。目には電流見えないのでこのようなセンサーを用意しましたのでこれをつけて電流を実際に測ってみました。測定をしてみたいと思います。充電をしたら解除してスタートをしてこの状態にしてそれでは電流を流してみます。いきます。このような感じで測定ができます。どうでしょうか。はい、きれいに電気振動の様子が記録できました。いかがでしたか。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。こちらで簡単に解説したいと思います。それでは理論を説明していきます。例えば、こんな感じで、充電されたコンデンサーがあって、コイルがあって手を離すと、プラスの電気がマイナス電気に向かってこのように流れ始めます。すると、このコイルにとってみるとプラスの電気が突然流れ込んでくるので、それはやがりますよね。これを自己誘導と言いました。自己誘導という現象によって来ないでという形で、このコイルが電池になります。ただしですね、電流が流れることによってこれは起こりますのでちょろちょろとプラスの電気は向こう側に行きます。その結果としてプラスの電気が流れなくなって、例えばここは0になったとします。プラスとマイナスが、ぶつかってですね、ここはぶつかって0になったとします。その時に、このコイルとしては、突然電流が来なくなったので、それも嫌なんですよね。自己誘導です。ですので、今度は電池がこんな向きになって、0なのに、こっからプラスを引き剥がそうとします。そして電流が流れます。ですのでこちらにプラスはたまるんですが引き剥がされた分だけこっちはマイナスは残ります。ここで一旦、電流の流れが止まってコンデンサーがこの状態からまた逆の状態に充電されてしまいます。このコイルがいるせいですね。すると今度はここにいるプラスがこちらに帰り始めます。同じことが起こっていきます。プラスがこんな感じで帰るとします。そうすると初めは電池、コイルは嫌だよってなるんですけども先ほどと同じことが起こりまして最終的にはここが、0になってもコイルが今度は、こちら向きにですね、プラスを流そうとして電池になってしまいますのでこの元の状態に戻ります。そして電流は1回また流れなくなります。このようにしてコンデンサーに溜まった電気がこちら側に行って0になったんですけどもコイルの役割自己誘導によってこちらに行ってそしてまたこの電気が戻ってきてとこんな振動現象がぐるぐる繰り返されるということになります。まるで、ブランコみたいに行ったり来たり運動エネルギーと位置エネルギーの変換みたいなことが今回はコンデンサーとコイルの間で起こっているということになりますよね。私は今年度も引き続き、高校3年生を受け持つことになりました。私の他の先生として渡辺先生が、2クラスを受け持ちます。本来は習熟度授業になりますが、この状況ですので学校に来られるようになってから習熟については指示をしたいと思います。また今回リモート授業ということで皆さんには穴埋めの授業プリントを用意しました。このプリントを印刷してこちらですね準備をしてください。また教科書も使います。こちらです。教科書も用意しましょう。ただ突然穴埋めをしようって言われても戸惑いもあるでしょうから今回のような導入動画実験動画など用意して皆さんにお見せしようと思います。
またですね、学校に来られるようになってからはリモート授業で行ったことは前提に授業を進めていきますので、各自しっかりと取り組んでください。今日学習するのは電磁気のプリントの続きになりますが、14ページから17ページになります。答えについてもこのように付けてありますので、こちらはまあ印刷しなくていいと思いますが、穴埋めをした後にご覧ください。また教科書を見ながら穴埋めをすることになりますが、教科書については363ページから371ページになります。これを見ながら穴埋めをしましょう。少しですね、微分積分の要素があってこの教科書に書かれていないところがありますので、解説のウェブページも用意しましたので、そちらも適宜参考にしてみてください。時間はだいたい30分から40分です。それでは頑張って取り組んでみてください。また次回配信します。